松戸未来クラブの鈴木大輔と申します。通告に従いまして質問します。まずは大きな1、東部地区の課題について、東松戸病院の廃院に伴う高塚地区の諸課題についてであります。老朽化と経営難のため、一律福祉医療センター東松戸病院と、併設の介護老人保健施設理工園を2024年3月末で廃止することを本年3月定例会にて議決をいたしました。このことに関しましては廃止を賛成した一人の議員として後悔はしておりませんが、廃院に伴う付随的影響について高塚地区の皆様から多くの不安の声をいただいております。まずはあとして高塚地区の交通についてであります。新京成バス高塚理工大線について松戸駅から東松戸病院を経由するこのバス路線は、高塚地区の住民が松戸方面に向かう際の重要な足となっています。しかし東松戸病院廃止に伴い、この路線が廃止されてしまうのではないかと同地区の住民から不安の声が多く聞かれます。まずはこういった地域住民の不安について当局としてどう考えているか。もともと交通不便地域であり、高齢化も進む同地区の現況を踏まえご見解を伺います。続きまして、イ・ウとして高塚学校予定地が児童相談所になること、さらには医療資源の確保策についてであります。2019年1月に野田市の小学4年女子児童が死亡した虐待事件を受け、児童相談所の在り方が検討をされました。その後、千葉自民党児童虐待防止対策プロジェクトチームを中心に県に対して働きかけが行われ、最終的には昨年6月3日県立児童相談所の建設予定地が松戸市と印西市に決定。現在まで2026年の開所に向けて着々と計画が進められています。コロナ禍で虐待事案は増加傾向となり、県内では休校中に母親からの虐待を受けた児童が保護されるなどの事案も起こり、一日も早い児童相談所の開設が求められていることに関しましては異論を挟むものではありません。しかしながら、この児童相談所が設置される予定の場所は高塚学校予定地であり、野球やサッカー、テニスなど同地区の住民の憩いの場所でもあります。地域の医療資源である東松戸病院も廃院、交通不便地域にもかかわらずバス路線がなくなるかもしれないという不安を抱え、さらには地域住民の憩いの場も奪われてしまうという三重苦の状況に、高塚地区の皆様から多くの不安や不満の声が上がっております。東松戸病院廃院に伴い、同病院が担ってきた医療機能は民間の医療機関の活用によって対応すると市はしておりますが、その進捗を伺おうと思いましたが、先の折原議員の答弁でほぼお了解しましたので、高塚新田地区の皆様の不安不満にどう寄り添い答えるかという視点でご答弁をお願いしたいと思います。また児童相談所設置に伴い地域の憩いの場がなくなってしまうと思いますが、例えば東松戸病院の跡地を利用して確保することができないか当局の見解を伺います。
問事項1、東部地区の課題についての質問用紙あにつきましてご答弁申し上げます。高塚新田地区の一部が公共交通空白地域になっておりますことから、地域からの申し出により、現在地域の皆様が主体となり、行政事業者と連携協働し、現状の地域の移動ニーズを踏まえたこの地域の交通利便性向上のための検討が行われているところでございます。議員ご質問の地域周辺のバス路線の動向などにつきましては、随時地域、行政、事業者の3者で情報共有を行うとともに、交通利便性の確保について運行事業者に対し要望を検討してまいります。以上ご答弁といたします。病床の確保につきましては、病院事業における東松戸病院の跡地活用の検討と並行し、東部地区に配慮しつつ、全市を見据えた回復期および慢性期の病床の確保に積極的に取り組み、高齢化の進展を対応できる医療提供体制を確保してまいりたいと考えております。このため民間医療機関の参入促進のための支援策を検討しておりますが、この支援策には東松戸病院の地元である高塚新田地区を含む東部地区への配慮として一定の優遇措置を設ける必要性も視野に入れ、東部地区における医療資源の確保に万全を期してまいりたいと考えておるところでございます。なお跡地の活用についてでございますが、松戸市病院事業再編計画におきましては、東松戸病院の跡地の売却にあたり、地域住民から要望があった場合には一部売却に条件を付すことを合わせて検討するという内容でございますので、どのように活用していくかにつきましては、市といたしましては全庁的に協議を行ってまいる所存でございます。以上ご答弁とさせていただきます。要望を述べさせていただきます。まずは大きな1、東部地区の課題についてであります。バス路線の動向などについて、随時地域、行政、事業者の3者で情報共有を行うとともに、交通利便性の確保について運行事業者に対し要望を検討していただけるとのことであります。現在地域の皆様が主体となり、行政事業者と連携協働し、現状の地域の移動ニーズを踏まえたこの地域の交通利便性向上のための検討が行われているとのことですので、コミュニティバスの運行のみならず、グリーンスローモビリティなど新たなモビリティ導入も含めた検討、何より地域に寄り添った対応と要望をいたします。続きまして質問事項1のイおよびウでありますが、医療資源の確保に関しましては、民間医療機関の参入促進のため、東松戸病院の地元である東部地区への配慮として一定の優遇措置を設ける必要もあるとのお考えのようで、安心をいたしました。東松戸病院の跡地活用の検討と並行し、東部地域に配慮しつつ、高齢化の進展に対応できる同地区の医療提供体制の確保とお願いをしたいと思います。宇野児童相談所設置に伴い、地域の憩いの場がなくなってしまうことに関しましては、ご答弁にありましたとおり、東松戸病院の跡地売却にあたって、地域住民から要望があった場合、一部売却に条件を付すことを合わせて検討するという、松戸市病院事業再編計画の内容に沿って、跡地活用のため、全庁的な協議をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。さて、行政が施策を展開する際に財政状況を鑑みるばかりに経済的側面が重視されがちではありますが、住民の幸福感や精神的満足度を決してなおざりにしてはならないと思います。近年
地域や職場における人間関係が希薄化するなど、コミュニティの崩壊が問題となっていますが、こうした社会的問題を解決することも、行政の重要な仕事、課題の一つであります。そして、住民の参加、交流を促すスポーツ活動には、コミュニティを再生し、地域に活力をもたらすとともに、人々が健康で生きがいを持って暮らすことのできる地域社会の実現等の効果が期待できると思います。また、跡地活用の財源は、売却費はもとより、スポーツ振興基金の活用はできないのでしょうか。本年度は基金を活用して、障害者アスリートへの助成等を予定されているようですが、オリンピック、パラリンピックも終わりました。レガシーを地域コミュニティの活性化につなげるためにも、地域のスポーツ振興にこの基金を活用することは、基金の趣旨にも合致をしていると思います。ぜひ町内でご検討いただきたいと思います。